さあそれじゃあですね、方言ニュース行ってみましょうか。今日の担当は植地和夫さんです。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、お願いします。はい、最後水曜、動画の中間にておあちみさえみ。さて、昼夜、新午後のゆっか、旧暦、うちなのくいめ、昼夜、人午の二十六日にあたといびん、中からしちん、しみぬしにやびたん。 途中、琉球新報の記事からこちのニュースを打ちてサビラ中のニュースを値上げ大変と県民困惑でのニュースやいびんゆでなびら今月から県内一部路線でバス運賃が上がり電気料金や食品なども値上げしました一気に押し寄せる値上げに 県民は頭を抱えています。えー、くんちからうちなの一部路線のバスンがあがとおい、電気レオン、また、カもんなナの電あがやびたん、一気に、えー、地形に牛うし,うしたるうの電のあがたしにちいて、県民はうちなのちのちゃや、生ちぶるおすとおいびん。琉球バス、那覇バスの那覇市内線は、 20円値上がりし260円紫外線は初乗りが30円値上がりし190円となりました、えー、琉球バスナーバスのナー市内線や20円上がっての260円紫外線や八、えー、縫い縫い始めが30円上がっての190円となりびたん車社会の沖縄ですが 日常的にバスを利用する県民も多く、ほぼ毎日那覇市からハエバ原町の職場にバスで通勤する87歳の女性は、高齢者割引で助かってはいるが、値上げは大変だと感じています。えー、車のらうとならんう,のうちなヤイビ氏が日暮からバス地下通るの県民をうさい。 来る明日、ナーパからヘイバルの宿地番外、バスから帰途にいる八十七なみせる名なご、高齢者割引の悪と確か手押しが値上げは大変だ、抜信の赤い風で朝日おもといびん感じています。バスをバスを待っていた西原町在住の五十七歳の男性は。 燃費の高騰や運転手不足の状況に理解を示しつつ値上げは致し方ないがせめて時間通りにバスが来るなどサービスのクオリティは上げてほしいと求めました、えー、またバスマッチョータル西原町の57ナミセル名機が燃料費の高騰ガソリンデーのあが投資 また運転手の不足送信若手、えー、若手牛がバス進入でのあがりうせな売れなし方年子が安心ってまん時間どおりにちゃんとバスがちおることにしっとらしいんち願とていびいたん食品は、えー、紙物半目物いくら三千品が値上がり値上がり、えー、でのあがといびん 市内のスーパーで買い物をしていた71歳の女性はいつも買うオリーブオイルがおよそ2倍油味噌は1.5倍に上がっている感覚で驚いてると値上げを体感し弁当を購入した別の客も「弁当は500円で買えていたのに食品の値上げは勘弁してほしい」と 困った表情でした。ナーシナイのスーパーを通ってコううーイムンソータル71ナミセルメーナゴチャーコートルオノオリーブオイルがイークル2倍2倍また油味噌アンダンスや1.5倍アカトーンチウまリーウドルチョン1また弁当コータルビチンチャクンナワディビントウや 五百円しコーラリート紙がこのような半面物でアギランティッドらしいうち小マトオルチラ用サビタン中屋値上げ大変と県民困惑でのニュースウッティーフチカの琉球新報の記事から落ちてサビタンまた月曜日にユシレベラにヘネビルはいどうもありがとうございました、えー、今日の担当は上地和雄さんでした。